この人が科学実験を行おうとしている。科学実験。それではですね、今日そらくんは本当はパラシュートを作るって言ったんですけども、うまくいかなかったんで、私の方はですね、熱気球を作ろうと。ちょっとリクエストもあったんで、じゃあ熱気球を作ってみようということで、ちょっといろいろ材料をですね、集めてきました。まず、これですね。これ燃料を入れる台になるやつですね。これあれだよね。缶の方がいいからね、本当。そうそうそう。まあ、とりあえずないんでアルミホイルです。で、ここに脱脂麺ですね。ちょっと小さく切ったやつを置きます。あれが猫ですね。あれは猫ですね。で、これですね。これ映してくれる。燃料用アルコールをですね、今日ホームセンターさっき、夕方行って買ってきました。これをですね、ちょっと。これ消毒、怖えわ、これ。入れました。それで、暗いね、ちょっと。火をつけます。その前にここに置きます。あ、そうだ。こっち、この台の、ちょっと危ないんで、台の上に置きます。ポテチ。火を。あれ燃えてるのかちょっと燃えてる燃えてる燃えてる電気してあ、溶けてる溶けてるよ電気してどうですかこれどのぐらい持つかだよねそれでここにこう紐をつけてですねこれ結構火力が強いからあれだなやっぱりビニールじゃ燃えちゃうねだからなんかもう少し強度の熱に強いようなやつをやればですねこの火で空気が温まって熱気球ができるというふうにネットには書かれてましたどう綺麗に切ってるおいいねすごいじゃないこれだったらいけるかもしれない熱気球うおすげえ燃えてますね猫が燃えとるあんまり近づけるとレンズが結構でも燃えてるね長時間燃えてるねこれ結構今ドボドボって入れちゃったからその関係もあるのかもしれない青い火だねうん何の音これなんか袋ない袋あればもうできるよ袋っつってもすぐ溶けちゃう内側にアルミ貼るビニールの袋じゃダメだよな紙袋がいいのかなストップダメじゃまずいな今ちょっとプロアクティブじゃないあれで袋やまだ火ついてるよこれ溶けちゃったあんまりレンズを取ってやっぱりなんか紙でないとダメだ紙袋今時紙袋なんてないよなあれはゴミ袋ゴミ袋なんかピンク色のあれだってビニールじゃないビニールちょっと耐久性はダメだって熱で今紙でないと紙なんかすぐ燃えちゃうよ内側にアルミ貼りゃいいじゃんいやアルミは入ってるうわすげえ脱脂麺に燃え始めたああもう最後アルコールなくなったんだねアルコール中毒かちょっと待って撮ってないんじゃない撮ってみない撮ってみないいいよ、してあ神秘的こっちも燃やしちゃうどれそれ燃やさないとそれ使えるから紙袋がないとおーと燃えていくうわ、虫みたいこれすげえな。まだアルコールにほら含んでるから。あ、消えた。これ。出し目。こんなになっちゃった。これ元これ。元これ。元これ。元。燃えた後。で、アルミホイル。ああ、潰さないとまだつかない。